テニス、好かれる人、嫌われる人。はい、自己肯定感上げるテニス講師加藤です。まあまあちょっと極端なタイトルになってしまったんですけど、まあ結構ねライブとかでもお話をお伺いしたりとか、まあコメント欄にいただいたのをこう総括していくと、まあ、結構ねわだかまりなくこう楽しく過ごしたいって方たくさんいらっしゃるみたいで、でまあその中でまあこういうでやっぱこう一種のこう特殊な世界だと思うので、まあ、こういう態度気をつけた方がいいのかな、でも逆にこう言われてるからこういうふうにした方がいいのかなっていうこのニュアンスだから、何に気をつければいいかっていうのと、どういうふうにしていけばこう円滑にですね楽しくこうコミュニティ、まあ、テニスのスクールのレッスンだったりとかサークルだったりとか、まあ、私サークルにも所属したことありますし、まあ、そのテニスのコーチとしてもね、お客さん同士の話とかコーチスタッフルームでねコーチがどんな話をしてるかとか、まあ、そこら辺まあ結構ライブの時とかねぶっちゃけて言ってたりすることもあるんですけど、まあまあその中からまあ総括してこういうこと気をつけた方がいいんじゃないですかねって、まあ5つお伝えできればと思います。まあ私個人の意見っていう部分も多いんですけど、まあもう20年コーチをさせていただいてると、それこそまあ僕ルネさん、スコナミさん、とコルトンさん、あとセントラルさん、とウェルさんかな、大きく5つかな、まあプライベートのレッスンさせてもらったことがあって、まあいろいろね、まあ、合う合わないもありますよね。コーチとお客さんが合わないこともあるし、お客さん同士が合わないこともあるし、コーチ同士が合わないこと、まあでもまあ人間ね、どうせ過ごしていくんだったら楽しく過ごしたじゃないですか。まあだからそこでね、まあこういうところを気をつけた方がとかね、いうのをこう踏まえてお話し差し上げていればと思います。こちらのチャンネルで35歳の以上の方で 8% と、最近35歳未満の方がね結構上がってきて、今 20% 近くいらっしゃるみたいです。はい、24歳から35歳この辺は結構18ぐらいかパーセントぐらいですかね。ありがとうございます。というのでですね、まあありました、実際自分経験した時に、なんかもともと知ってるお客さんがたまたまいらしてて、この偶然にで、あるお客さん仲良くしてたら、あとパッて帰終わった後にテクテクって来て、私好きじゃないんですよねっつって、だからまあこうっていうね、お前ちょっと分かってるよなってふわっと言われたことが、まあ、駆け出しの頃だったんでね、この右も左も分からず失礼なこと言っても気づかなかったと思うのでね、そういう意味ではですね、まあ、コーチもねそのうまく回したいと思うからこそこう仲良くってあるんですけどね、ある程度ね線引きっていうのは必要なのかなと思います。では行ってみましょう。まあ、一つ目ですね、もうこれは日常生活においてもそうだし、人間関係において基本的なことじゃないですかね。別に何だろう、ごめんなさい、まあこれはもう人としてって話。はい、一つ目、これ一番大事だと思います。自分の話しかしない人、何だろう、もちろんね、いろんなこう話するじゃないですか。でもなんか常に自分の話、例えばじゃ あこれこうだねああだねって自分の話で遮ってくる人、まあいないと思いますけどね。自分の話ばっかりしてもなんかその人自体の話が面白かったけど、大体そういう人って話面白くないんですよ。面白くない上に割り込んでしまってたらとか、まあテニススクールで、まあ、大きいところですけどね、まあ、僕の大きいところの定義は、まあ、350人以上、まあ、500人ぐらい、まあ、1000人ぐらいだから当たり前ですけど、まあ、あるお客さんがこう話してる時にこう遮って話してきたりとか、ね、知らない間にコーチの時間をね、レッスン外の時間をこう奪ってしまったりする時に、自分の話しかしない。もう自分の、だコーチもそうですね。僕はこうだったみたいな話しかしなくて、お客さんは説法のに聞かされるっていうのも、まあ確かにですね、全然関係ない彼氏の話とかし始める、コーチとかもいたらしいです。はい、もうそれに関してはお客さんがね、いや、なんでそんな話を聞かされないんだろう、テニスの話よ、みたいなね。はい、ことも聞いたことです。だから自分の話しかしないっていうのは、まあ、コーチもそうだし、ね、仲間内もそうだし、お客さんたちもこれは避けたい。いや、それはそうですよね。人の話って聞きたくないことまで聞かされる必要ないし、ね、コミュニケーションとキャッチボールができて初めてコミュニケーション成り立つと思うんで、まあ、ここはすごく理解できます。はい、次行きましょう。これはね結構コーチあるあるというか、テニスコーチも2つ目なんですけど、あのね、質問してくるのにデモとかとかそもそもの答えが用意されてる人、例えばなんだろうな、まずはじゃあボレーは振らずにこの握る感じで体の前で取りましょう、まずはこの振るよりもこの当てる瞬間ですっていう話をした時に、うん、あ、それそうですよね、でも
こうなっちゃうんですよね。だからまずこうキャッチする感じでいきましょうとかね、テイクバックの話、インパクトの話、フォローする方でサーブの、ね、形の話もそうですけど、そもそもこの、まあね、お客さん同士でそんな会話をすることはないとは思うんですけど、まあ、指導者と、ね、お客さん、もしくは、まあ、その立場にある、ね、ただサークルの中だったら上手な人で、これから上手になっていく人の時にね、そもそもの話をした時に、うん、でもなんとかなんとかと、いや、じゃあ聞き入れる話意味ないじゃん。で、自分の答えがこうずっと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 こう、なんだろう、自分の答えに行き着くまで、自分が言ってほしい答えに行き着くまで引っ張る人、あれそもそも何なんですかね。まあ、そんな人そんないないと思うんですけど、ね、結構それ時間の無駄になってしまうケースもあります。まあ、飲み会の席とかでね、そうやって話してる分にはいいんですけどね、こう上手な人引き止めてとかね、なんだ、レッスン外のコーチを引き止めてこうなかなかってやられると逆にいやーってなってしまうので、まあここら辺ですね。質問するには、例えばじゃあ、でもこの感じでこの大事な場面で、例えばじゃあこのラケット振る、振らなくなって、この握る感覚、じゃあローボレーの時とハイボレーの時の差は何ですかと、そういうこう建設的な話だったらいいけど、そうじゃなかった場合に結局その根本的な改善にならないから、結果として時間の無駄になるんじゃないかなと思いますね。ここは結構難しいですけどね。そうするとあもうこの人またかよって仲間内でもなると思うし、うん、そこは難しいところですよね。まあ僕もなんかそんなこと言ってたことあったかなと思うんで偉そうには言えないですけどね。で3つ目、3つ目ね、挨拶というかごめんなさいありがとう言えない人、これは大問題ですね。例えばローテーションを聞いてなくて教えてもらったとか、ボールを取ってもらったとか、なんだろうな、なんかこう声かけしてもらって、なんかしてもらって、教えたからおっさんのねアドバイスとかおばさんのアドバイスとかね、はありがとうって言う必要はないかもしれないと思うんですけど、じゃなくてね、うん、例えばじゃあサーブのボール私もらったとか、あどうぞどうぞ、あ、ありがとうございますとかね、黙っていくっていうのは、まああんまり大人で見られないですけどね。まあ要は平等なっていうか公平な、ね、同じ立ち位置でいるんだから、ありがとうとかね、あごめんなさいすいません、ごめんなさいっていうのはあんまないかもしれないけど、ね、すいませんとかそういうなんて、まあ、これもやっぱり、うん、サークルとかテニスクールとかじゃなくて人としてっていうか結構大人になってくると、あと年取った男の人だな、紳士な人かもうなんかよくわからないじじいかに分かれてしまいますよね。僕もちょっと年齢重ねてきた来てからは年を取らないようにですね、頑固じじいにならないように、頑張っていきたいと、思います。で、これもまあそれぞれだし、そのクラスの傾向もあるし、そのサークルの傾向とかねあると思うんですけども、まあ一歩通行なひたすらおしゃべりな人、これもちょっとこうなんだろう、まあテニススクールだとしたら、まあまあそのね、まあ、いろんなコーチこういうレッスンをしたいこれをしたいって言ったらコーチよがりになったりね、コーチが主役になりすぎてお客さんが受け入れてなかったら別ですけども、そんなのあんまなくて、大体みんなこうちょっとでも上達したい向上心がある上でレッスン来られてるじゃないですか。なのになんかおしゃべりし始めると止まらない、まあテニスの話でね悩みだったらいいと思うんですよ、ね、でも全く違う話でずっと止まらなくなる、でこれ周り全員がそれで OK であれば、まあコーチはお金をね払っていただいてきてるから全然 OK ですし、まあ、サークルとかなってくるとまあどうなのかなと思いますけどね、その主催している人に敬意を払うのはまあ僕は当たり前だと思いますが、まあそれが楽しくてねまた来ようってなるんだったらまあいいのかもしれないけども、そのおしゃべりが終わらない人ってなってくると、これは全員が満場一致だったらいいですけど、そうじゃなかったら1人とかね2人ちゃんとやりたいっていう人がいる中だったら、まあサークルとかだったらやめちゃえばいいんですけど、テニスのレッスンだった場合ね、その時間しか来れないって方もいらっしゃるから、まあ僕自身もね若かりし日を振り返ってみて、まあ今でもそうですけどね、そこのさじ加減、ただ部活みたいにね一生懸命バーってやってね疲れたってなってもう無理ってなってでさらに追い打ちかけるっていうのが苦手な人もいるから、そういった時はねちょっと場を和ます会話をして、まあ、ちょっとでもねこう次のテニスに集中できるっていうのはいいと思うんですけどね、やたらめったらおしゃべりとか、もう噂好きな人をこうやって誰々がどう言ってた、誰々が何々のことをどう言ってた、これ一番立ち悪いですよね。だってそこにはその人いないんだもん、
てかその人責任問われないけど噂だけ広めるって最悪ですよね。まあ、あんまないですけど、はい、あの過去に僕はなんか、20何歳の時に独身の時にあの、まあ、赤い車に乗ったんですけど、なんか赤ちゃん持って出てきたっていうのが噂になって、それがわーって広まりましてね、その火種を消すの大変でした。なぜなら僕は独身で子供もいなかったので、ね、っていうのもあります。あ、もやし買っててね、あの高知お金なくてもやししか食べてないんだよねって噂も回されたことがありました。で、まあそんなのを別にね、あの高知が犠牲になって楽しくな盛り上がってテニスが一生懸命になるんだったらいいんですけど、まあそうじゃない場合ですね、お客さん同士がこうね、うまくなりたいと思っているのにそれを阻害して時間を奪うっていうのはまあ良くないかなと思いますね。で、最後はあのこだわりのある人で、こだわりあるといいんですよ。ウェアとかね、自分の気に入ったものを着るとか、ラケットとかガットとかシューズとかストリングとか、ガットストリングかぶっちゃいまして、まあ、いろんなものにこだわりがあるっていうのはいいと思うんですけれども、なんていうのかな、それを押し付けてくる人、これめちゃくちゃいいよとか、あれめちゃくちゃいいよとか、そういうのをこう押し付けてくる人はちょっと微妙ですよね。特にそのレッスンとかになった場合に、その主導権、いわゆる振る株だった人たちが、これいいよこれいいよ、まあね、あのコーチとしてはね、あのコーチいいよって勧められてね、僕もゼロ人からあのたくさん定員していただいたこともありますし、もう本当その説ありがとうございましたっていうあれなんですけど、まあ、相手がこう望んでないのにこだわりを押し付けてくるって、まあ、コーチもたまにね、あの年取ってくるとね、ベテランコーチでたまにありますけどね、俺のレッスンはこれだみたいなね、まあ、ある程度はいいと思うんですけども、やっぱ人がそこまで望んでないのであれば、そのこだわりを押し付けるとかっていうのは、まあ、良くないのかなと思います。まあ、これは特殊な例ですけどね、まあ、この5つクリアできれば割と楽しくできるんじゃないかなと思います。あの、まあ、人と人とのね、人間関係だし、スクールの母体が大きくなればなるほど、人間一人がこう把握できるコミュニティって150人ぐらいらしいので、例えば私一人いったら150人のコミュニティをこう回していくのが限界、まあ、それが1000人とかになってくるとね、いろんなコーチとかいろんなスタッフでこううまく回っていくと思うので、まあ、そこら辺も考慮しながら、ちょっと緊張するなとか、あ、ちょっと今度は例えばね、あそこが嫌だってやめて、でもまたテニス好きだから新天地にね、新しいサークルに入るとか、ね、たまに遠くのスクール来られる方、ね、いらっしゃいますもん、仲間内でこう、ね、わちゃわちゃしてるの嫌だからとか、で時にね、やっぱここら辺意識していかれるとね、まあ、ありがとうごめんなさいっていうのを、なんだろう、愛想っていうのは大事だと思いますね。どんだけ集中して怖い顔してようがいいね、ガチでやってる雰囲気出してようが、ありがとうございます、すいませんとかね、思ったところボリュームがすいません、それだけ言えば問題ないと思うんですよね。まあ、だからどっちかというと人としての部分が大きいですよね。なので、まあ、僕は言えたぎりでもないんですけど、よろしければご参考ください。いつもご視聴いただきありがとうございます。今日はこれで終わりたいと思います。